千と千尋の神隠しは2001年に公開された日本の長編アニメーション映画。原作、脚本、監督は宮崎駿。制作のきっかけは宮崎駿の個人的な友人である10歳の少女を喜ばせたいというものだった。この少女は日本テレビ放送網の映画プロデューサー、奥田誠司の娘であり、主人公、千尋のモデルになった。 企画当時宮崎は、新州に持っている山小屋に、ジブリ関係者たちの娘を集め、年に一度合宿を開いていた。宮崎はまだ10歳前後の年齢の女子に向けた映画を作ったことがなく、そのため彼女たちに映画を送り届けたいと思うようになった。2001年7月20日に、日本公開。興行収入は316億8000万円で、 タイタニックを抜いて、当時の日本歴代興行収入第1位を達成し、2020年に、劇場版、鬼滅の刃無限列車編が記録を更新するまで、20年近くに、渡り主位記録を堅持した。第52回ベルリン国際映画祭では、ブラディ・サンデーと同時に、金熊賞を受賞した。宮崎の友人である、映画監督、ジョン・ラセターの尽力によって、 北米で公開され、第75回アカデミー賞では、アカデミー長編アニメ映画賞を受賞した。2016年のイギリス BBC 主催の投票では、世界の177人の批評家が、21世紀の偉大な映画ベスト100の第4位に選出した。2016年に行われたスタジオジブリ総選挙で1位に輝き、同年9月10日から19日の10日間、 全国5カ所の映画館にて再上映された。2020年6月26日より、日本372の劇場で、風の谷のナウシカ、モノノケビメ、ゲド戦記とと共に再上映され、週末観客動員数で1位となった。2022年には舞台化される。10歳の少女千尋は、両親と共に、引っ越し先のニュータウンへと向かう途中、父の思いつきから、 森の中の奇妙なトンネルから通じる無人の街へ迷い込む。そこには800万の神々が住んでおり、人間が足を踏み入れてはならない世界だった。街の怪しい雰囲気に怯える千尋をおよそに、探検気分の両親は、食べ物が並ぶ無人の飲食店を見つけ、店員が来たら金を払えばいいと勝手に手をつけてしまう。 両親の誘いを断り一人で散策していた千尋は、旅館のような大きな建物にたどり着き、橋の上から走る列車を眺めていた。背後からの気配に気づき振り返ると少年が立っており、強い口調で、すぐに戻れと言われたため両親を探すが、店では、両親の服を着た大きな豚が2匹食べ物を食い散らかしていた。千尋の両親は、 神々に出す食べ物に手をつけたため罰として、豚にされてしまったのだ。千尋は来た道を戻ろうとするが大河で塞がれており、船から降りてくる怪物のような者たちを目にしたことで、これは悪い夢だと思い込む。悪夢が消えることを願って自分が消滅しそうになるが、先ほどの少年白に助けられる。白は、800万の神々が客として集う。 油屋という名の湯屋で働いていた。油屋の主人は、相手の名を奪って支配する恐ろしい魔女の湯婆バ,バで、仕事を持たない者は動物に変えられてしまうと千尋に、教える。千尋は、雇ってくれるよう湯婆バ,バに頼み込み、契約の際に名を奪われ、千と、新たに名付けられ、油屋で働くことになる。白は、本当の名前を忘れると元の世界に戻れなくなると、 忠告する。白もまた名を奪われ、自分が何者であったのかを思い出せずにいた。しかし、彼はなぜか千尋の存在を知っており、自分の名前は忘れても、千尋のことは覚えているのだという。一方、千尋には、白の正体に心当たりがない。豚にされてしまった両親を助けるため油屋で働き始めた、千尋だったが、 彼女は人間であるため油屋の者たちから疎まれ、強烈な異臭を放つ客の相手まで押し付けられる。しかし彼女の実直な働きにより、客から大量の砂金が店にもたらされると、千尋は、皆から一目置かれる存在になる。千尋はその客から、不思議な団子を受け取る。翌日、白は、湯婆婆の言い付けにより、彼女と対立している、双子の姉のセンバーから、 魔女の契約員を盗み出す。しかし、強力な魔力を持つセンバーは白に、魔法で重傷を負わせ、ユバーバの息子であるボウもネズミに変えてしまう。千尋は白に不思議な団子を半分に噛みちぎり飲ませて、助けるが、白は衰弱したままだった。千尋は白を助けたい一心で、危険を顧みずセンバーのところへ謝りに行くことを、決意する。その頃油屋では、 顔なしという化け物が従業員を飲み込んで暴れていた。顔なしは千尋から親切にされたことがあり、金や食べ物で千尋の気を引こうとするが、彼女が興味を示さないため困惑し、自身の存在を受け入れられなかったことで激怒する。千尋は、不思議な団子の残りの半分を顔なしに飲ませて、従業員を吐き出させ、救出する。かまじいから、 列車の切符を受け取った千尋は、なぜかついてきたネズミに変えられたぼと、千尋が、油屋から誘い出した、顔なしを伴って、センバーの家を訪れる。センバーは千尋を穏やかに受け入れ、千尋は、センバーに犯行返却し、白の行いを謝罪し、センバーは千尋に、旅の仲間と協力して、人力で編んだ紫の髪留めを送る。一方、意識を取り戻した白は、 某が、センバーの元へ行っていることをユバーバに伝える。白は、某を連れ戻すことを条件に千尋と両親を解放するよう迫り、帰る手段のなかった千尋を、白流の姿で迎えに行く。白は、センバーから許しを得て、千尋と共に、油屋への帰路に着く。その途中で、千尋は、自分が幼い頃に落ちた、川が、白の正体であることに気づく。 白は、溺れそうになった千尋を浅瀬に運び、助け上げたのだった。千尋が川の名前を告げたことで白は、自分の名前を取り戻す。朝になり、臨時休業をしている油屋に帰った白たち。白は、千尋と両親を解放するよう湯婆婆に要求する。従業員たちも今は、千尋の味方であるため白に賛同する。味方がいなくなり、不機嫌になる湯婆婆は、 油屋の前に集めた豚の中から両親を言い当てろと、千尋に難題を課す。千尋は豚たちを真剣に見つめるとこの中に、両親はいないと正解を言い当てる。湯婆婆の目論みは、外れ、契約書が消滅したことで千尋は、晴れて、自由の実となり、従業員たちに祝福されながら、油屋を去る。異世界と人間界の境界にたどり着くと、以前は、 大河と化していた帰り道が大草原に戻っていた。見送りに来た白は千尋に、この先には一人で行くこと、この先の帰り道で振り返ってはいけないこと、湯婆婆の弟子をやめて、自分も元の世界に戻るつもりであることを伝え、再会を約束して別れる。トンネルを出るまでは振り返ってはいけないという白の、言いつけを守り、大草原を歩き続けると、 人間に戻った両親がトンネルの前で何事もなかったかのように待っていた。思わず振り返りそうになるが必死に我慢して振り返らず、トンネルを抜けて元の世界に戻った千尋が振り返ると、トンネルは最初に来た時とは違う姿に変わり、彼女は異世界の記憶を失う。しかしセンバーからもらった紫の髪留めはトンネルを抜けても残り、輝いていた。その後、 再び車に乗って、引っ越し先に向かうところで、物語は幕を閉じる。従業員の大半は、カエルとナメクジに相当するであり、ヘビと合わせて、サンスクの関係にある。顔なしのコスプレイヤーのモデルの一つとされる4万、温泉、石前館、ボイラー機械室のモデルとされる、竹井三聖堂の店内ゆバーバが経営する、800万、の神が体を休める。 油屋という屋号の湯屋が舞台。油屋は一見和風建築であるが、土台部分はコンクリートであったり、ボイラーやエレベーターといった近代的な設備が備わっている。和洋に装っているのは表面部分だけであり、宮崎はこうした作りを俗悪と言い表す。最下層にボイラー機械室、その上に従業員用のスペースがあり、湯ばあと吐く。 かまじい以外の従業員たちはそこで寝泊まりする。従業員の生活空間は崖側に配置されており、神々の出入りする正面側からは見えない。油や正面とその上階が営業スペースとなっている。中に大きな吹き抜けがあり、下には様々な種類の風呂が配置され、その上を取り囲むように宴会場や客室が配置されている。さらに、その上には、 ユバーバの個人宅があり、その部分は洋風の建築様式となっている。千ひろたちは最初に時計台のような建物に迷い込む。そこから先は廃墟が点々とする、なだらかな草原がしばらく続く。その後小川を渡ると食堂街に出る。丘と町を区切る川は、昼は小川であるが、夜になり神々が訪れる時間になると、 草原全体を占める大河に変わり、そこを船が行き交う。食堂街を抜けると、大道路のある広場に出、そこから伸びる橋が、湯屋の正面入り口につながる。食堂街の周りには、両親の収容されている畜舎や冷凍室、花園などが配置されている。湯屋の方から見ると、畜舎は突き出た絶壁の上に立っていることがわかる。 街と湯屋をつなぐ橋の下は巨大な平原になっており、雨が降ると海になる。橋の下には、うなばら電鉄が走っている。単線の一方通行で、もっぱら行きっぱなしである。途中には千尋が降りる、沼の底駅があり、他に、乗客の降りる沼原駅なども出てくる。英語版は、ピクサーのジョン・ラセターが、制作葬式を手掛け、4人の翻訳家が、 英語版台本を作成し、カークアイズが演出を手掛けた。企画書学校までの経緯、宮崎駿は、新州に山小屋を持っており、毎年夏になると、ジブリ関係者の娘たちを招いて、合宿を行っていた。宮崎は子供たちを赤ん坊の頃から知っており、幼いガールフレンドという言い方もしている。少女たちは、宮崎を、お山のおじさんと呼んでおり、 その頃はまだ映画監督とは思っていなかった。もののキャビメ公開直後の1997年8月、制作に疲れ果てた宮崎は山小屋で静養し、幼いガールフレンドたちの訪問を楽しみにしていた。同年9月頃、宮崎に次回作への意欲が灯り始める。山小屋には、リボンや仲良しといった少女漫画雑誌が残されていた。 宮崎は過去にも山小屋に置かれていた少女漫画誌から映画の原作を見つけ出している。しかし今回は漫画の内容が恋愛ものばかりであることに不満を抱いた。山小屋に集まる子供たちと同じ年齢の10歳の少女たちが心に抱えているものや本当に必要としているものは別にあるのではないか。美しく聡明なヒロインではなく、 どこにでもいるような10歳の少女を主人公に据え、しかも兄な成長物語に流れないような映画を作ることができるのではないか。少女が世間の荒波に揉まれた時に、もともと隠し持っていた能力が溢れ出てくるというような、そんな物語が作れるのではないか。このように考えた。当時宮崎は思春期前後の少女向け映画を作ったことがなかったので、 幼いガールフレンドたちに向けて映画をプレゼントすることが目標になった。宮崎はパンダコパンダの時自分の子供を楽しませようという動機でアニメーションを制作した。顔の浮かぶ特定の個人に向けて映画を作るという経験はそれ以来のことだった。しかし宮崎駿はもののけ姫の制作中からしきりに監督引退をほのめかしており、 1997年6月の完成披露試写会以降、引退発言はマスメディアを賑わせていた。当時はまだ引退の心積もりは変わらず、次回作ではシナリオと絵コンテは担当しても、監督は別人を立てるつもりでいた。1998年3月26日、スタジオジブリの企画検討会議で、 柏葉幸子霧の向こうの不思議な街が案に上がる。小学6年生の少女が霧の谷を訪れ、魔法使いの末裔たちが営む不思議な商店街で働き始めるという筋のファンタジー小説だった。この原作は以前から企画検討にかけられており、1995年の耳をすませばでは、甘沢聖治が、 霧の向こうの不思議な街を読む場面が組み込まれている。宮崎は、白洋の原作をもとに、ごちゃがちゃ通りのリナというタイトルで企画に取り組む。しかし、これは、早々に断念された。宮崎の事務所、二馬力のアトリエ、及び、宮崎の愛車シトロエンに CV 次に、新企画、煙突描きのリンが始まった。1998年6月、小金井市、 カジノ町のスタジオジブリ付近に事務所、舞台屋が完成、宮崎の個人事務所2馬力のアトリエとして使われることになった。宮崎はここで新企画に取り組み始めた。煙突絵描きのンは、大地震に見舞われた東京を舞台にした映画で、銭湯の煙突に絵を描く18歳の画学生、ンが東京を陰で支配する集団と戦うという物語であった。 作品の背景には、現代美術家、荒川修作の影響があり、荒川をモデルにした登場人物も用意されていた。宮崎は1998年に、養老天命反転地を訪れて、木に入り、荒川とも対談して、意気投合している。プロデューサーの鈴木敏夫によれば、凛と敵対する集団のボスは宮崎自身が、投影された60歳の老人であり、 しかもこの老人と18歳の主人公のリンが恋に落ちる展開が用意されていたという。1998年6月から約1年間、進められた煙突描きのリンの企画は、1999年8月、突如廃案になった。鈴木敏夫によれば、次のような出来事があったという。鈴木は、1998年に公開され、ヒットしていた映画、 踊る、大捜査戦、ザ・ムービーを遅れて鑑賞する。若手の監督によって、同時代の若者の気分がリアルに表現されていることに衝撃を受け、同時に、宮崎の描く若い女性が、現代の若者像として説得力を持ち得るのかどうか疑問を抱く。鈴木は映画を見たその足で、宮崎のアトリエに赴いた。すでに、 煙突描きのリンの企画はかなり進んでおり、アトリエの壁面には、数多くのイメージボードが貼り付けられていた。イメージボードとは、作品の大まかなイメージをスタッフと共有するために、アニメの代表的なシーンをラフに描き起こしたスケッチで、ある。しかし鈴木はそれには、触れず、踊る、大捜査線の話をし始めた。宮さんは僕の話を聞きながら、すっと立ち上がり、 壁に貼ってあったイメージボードを一枚一枚剥がし始めました。そして全部まとめて僕の目の前でゴミ箱の中にバサッと捨てたんです。あの光景は今でも忘れられません。この企画はダメだってことだろう。鈴木さん、鈴木敏夫、ジブリの教科書 2016P56 宮崎はその場ですぐ、千秋の映画をやろうかと提案した。千秋とは、 本作の制作担当である奥田誠二の娘奥田千明のことである。奥田誠二は日本テレビの社員で宮崎の友人の一人だった。奥田千明は毎年夏に宮崎の山小屋に滞在する幼いガールフレンドの一人であり鈴木とも親しかった。さらに宮崎は作品の舞台を江戸東京建物園にすることを提案した。 江戸東京建物園は、スタジオジブリにほど近い場所にあり、宮崎、鈴木、高畑勲らの日常的な散歩コースになっていた。身近な場所を舞台に、親しい子供のための映画を作るという宮崎の提案に、鈴木は首を縦に振らざるを得なかった。ある夏、宮崎らが山小屋の近くの川に沿って散歩をしていると、千秋が、 ピンク色の運動靴を川に落としてしまった。千秋の父と宮崎、鈴木は必死で靴を追いかけ、川から拾い上げた。このエピソードは、宮崎の印象に残り、千と千尋の神隠しのクライマックスの場面で、直接的に使われている。幼い頃の千尋は白から靴を拾おうとして、川に落ちたが、その時の運動靴は、ピンク色である。また、この靴は、 エンドクレジット後の終わりのカットでも作画されている。企画は当初、千の神隠しという課題でスタートし、主人公の名前もそのまま、千秋になっていた。しかし、教育上、良くないという理由で、千尋と改められた。1999年11月2日、企画書が書き上げられた。宮崎は企画書の中で大きく分けて、 次の三点の意図を掲げている。現代の困難な世の中で危機に直面することで、少女が生きる力を取り戻す姿を描く、言葉の力が軽んじられている現代において、言葉は意志であり、自分であり、力であることを描く日本の昔話の直系の子孫として、日本を舞台にするファンタジーを作る、千尋が主人公である資格は、実は食い尽くされない力にあると言える。 決して、美少女であったり、類まれな心の持ち主だから主人公になるのではない、とし、その上で、本作を、10歳の女の子たちのための映画と、位置づけている。千と千尋の神隠しは、霧の向こうの不思議な街、ごちゃがちゃ通りのリナ、煙突絵描きのリンの影響を部分的に受けてはいるが、キャラクターやストーリー展開の面では完全な、オリジナルになった。 本作の制作は12月13日に東宝が公開した配給作品ラインナップで公にされた。1999年11月8日、宮崎駿はメインスタッフに向けて説明会を行う。11月12日にはジブリ全社員を集めて作品についてレクチャー。翌週から監督は絵コンテ作業に入り、メインスタッフたちも 本格的な制作準備に入った。2000年2月1日、宮崎は社内に打ち入りを宣言、作画打ち合わせがスタートした。作画班の大成作画監督には、安藤正氏が起用された。安藤は、もののけ姫で26歳にして、作画監督に抜擢された。しかし、鈴木敏夫の回想によれば、もののけ姫の制作終了後、安藤は一度辞意を示しており、 鈴木に遺留されていた。宮崎のアニメーションがキャラクターを理想化、デフォルメする傾向が強いのに対して、安藤はリアリズムを希求し、映像的な快楽を優先して、正確さを犠牲にすることを許さなかった。両者の思考は対立していた。通常のアニメ作品では、原画修正は作画監督が行い、監督は直接関与しない。しかし、 宮崎駿監督,監督作品の場合、宮崎がアニメーターの長として全体の作画作業を統括し、原画のデッサン動きコマ数などを先に書き直す。このため、作画監督の仕事は、宮崎のラフな線を拾い直す作業が主となる。安藤は、もののけびめ公開後のインタビューで、宮崎の作品では作画監督という肩書きで仕事をしたくないと心情を語っている。 そこで、鈴木は、次回作では、芝居についても、安藤のやり方で制作していいと認めることにした。宮崎自身も、もののけ姫の制作で加齢による体力の低下を、痛感し、すでに細かな作画修正作業を担い切れない段階に、あると考え、作画の裁量を安藤に委ねる方針を取った。それだけでなく、演出を安藤に任せる案もあった。宮崎が、 絵コンテを描いた、耳をすませば、で、近藤義文が監督を担当した前例もあり、同様の制作体制が取られる可能性もあった。少なくとも、ごちゃがちゃ通りのリーナの段階では、演出を安藤に任せるつもりでいたという。しかし、当の安藤は、宮崎の絵コンテで演出をするつもりはなく、結局は宮崎が監督することになった。原画は、 過去最大規模の37人体制になった。しかし、当時ジブリ社内の原画人は、過去に例がないほど脆弱で、特に中堅のアニメーターの層が薄かった。これに加えて、フリーで活躍しているアニメーターを積極的に受け入れ、宮崎駿の中になかった表現を取り入れたいという安藤の意向もあり、大平信也や山下明彦といった。 実力派のフリーアニメーターが参加した。動画チェックチーフは、縦野瞳。縦野は、隣のトトロから、風立ちぬまでのすべての宮崎監督作で、動画チェックを務めている。動画班は、最終的に、国内スタッフが99人、韓国の外中スタッフが27人、計126人が動員された。顔なしが、メインキャラクターに、宮崎駿は、 長編映画制作の際、事前にシナリオを用意しない。絵コンテを描きながら、ストーリーを構想し、各スタッフは、絵コンテがすべて完成する前から作業を進めていく。その間は監督自身でさえも、作品の全容を知らない。本作では、絵コンテが40分ほど完成したところで天気が、訪れた。2000年のゴールデンウィーク中のある日、その日は、 休日だったため、多くのスタッフは出勤していなかったが、プロデューサーの鈴木敏夫、作画監督の安藤正史、美術監督の竹茂雄に、加えて、制作担当者がたまたま居合わせた。宮崎はホワイトボードに図を描きながら、映画後半のストーリーを説明し始めた。千尋は、湯屋で働きながら、湯婆婆を打倒する。ところが、湯婆婆の背後には、 センバーというさらに強力な黒幕がいたことが判明する。白の力を借りて、センバーも倒し、名前を取り返して、両親を人間に戻す。このような流れである。しかし、この案では、上映時間が3時間を超えてしまうという意見が出た。鈴木は、公開を1年延期しようと提案したが、宮崎と安藤はこれを否定。 上記のプロットは破棄されることになった。宮崎はそこでとっさに、千尋が初めて湯屋に入るシーンで欄干のそばに立っていたキャラクターを話題にした。当初顔なしは、何の予定もなくて、ただ立たせていただけ、だったが、映像にした時に、奇妙な存在感があり、宮崎にとって、気になるキャラクターになっていた。宮崎は、即席で、湯屋で顔なしが大暴れするストーリーを語った。 これが採用されることになり、絵コンテ執筆は大きく転換した。湯婆婆を退治するという展開は立ち消え、代わりに千尋と顔なしの関係に、スポットライトが当たることになった。安藤と宮崎の緊張関係当初は、予定通り、安藤正氏が作画工程を統括し、原画修正を任されていた。鈴木敏夫の約束通り、 宮崎駿はタイミングのみをチェックした。しかし、火を追うにつれ、宮崎と安藤の間の溝は、次第に深まっていった。宮崎は、どこにでもいる10歳の少女を描くというコンセプトを、掲げた。安藤はこの方針に可能性を感じ、今までの宮崎駿監督作にはなかったような、現実的な空間を作り上げることで、ジブリアニメに新しい風を吹き込もうとした。 そのような試みの一つが、子供を生々しく描くということだった。安藤が用意した、千尋のキャラクター設定は、背中が曲がり、無駄の多い看板な動作に満ち、表情はブー垂れていて、気度哀楽が不鮮明だった。これは、従来宮崎が描いてきた、少女像からかけ離れたもので、とりわけ、目の描き方が一線を隠していた。序盤の絵コンテは、 千尋の不機嫌なキャラクター性を反映してゆっくりとした展開となった。しかしながら宮崎は、千尋がグズであるがゆえに、先行きの見えてこない物語に苛立った。絵コンテでは、千尋がゆやで働き始めるまでの段階で、すでに40分が経っていた。そこで、終盤以降は一気に、スペクタルに満ちた展開に火を切った。千尋も、序盤とは、 打って変わってデフォルメされた豊かな表情を見せ、きびきびと行動するようになった。そこには、旧来通りの宮崎らしい理想化されたヒロインがいた。安藤はこの方向転換に違和感と失望を抱いたが、それでも、なお緻密な修正を続け、作画監督の通常の仕事範囲を超えて、動画段階でもチェックを行い、場合によっては、 動画枚数を足すなど、身を削って、作業を進めた。カットの増加、作画作業の遅延によって補助的に作画監督が増員されたが、最終チェックは全て安藤が担った。結局は宮崎も、当初の予定に反して、レイアウト修正、原画修正を担うようになった。宮崎の提示する演出ツイートと安藤の指示の、食い違いに戸惑うスタッフは多かったという。 安藤は制作終了後のインタビューで最終的には作品と距離を置いた関わり方になってしまったこと全体としては宮崎の作品の枠を出ることができなかったこと当初自分で思い描いていた作品はどうしても実現できなかったことを振り返っているしかし宮崎は安藤の努力と才能がいい形で映画を新鮮にしていると評価しており鈴木は 宮崎と安藤の緊張関係によって画面に迫力がみなぎるようになったと語る。安藤は本作を最後にジブリを退職したが、かぐや姫の物語にはメインアニメーターとして思い出のマーニーには作画監督及び脚本としてジブリ作品に再び参加している。作業の遅延2000年9月20日、スタジオジブリ社長徳間康義が死去。 10月16日、新高縄プリンスホテルにてお別れ会。宮崎は会の委員長を務めた。葬儀に出席する模服の男たちが皆カエルのように見えたと語っており、作中に登場するカエル男たちとの関係をほのめかしている。徳間は作品の完成を見ずにこの世を去ったが、制作葬式としてクレジットされている。同時期。 作画作業の遅延は深刻化していた。前述の通り作画監督が増員されたのはこの頃だった。経験の浅い新人アニメーターに対しては遅くとも一人一週間で1カット上げるという目標を設定したが、それだけではとても公開に間に合わない計算になり、鈴木は頭を悩ませた。社内で上げたカットは全体の半分程度にとどまり、 残りは外注で仕上げた。アニメーターの小西健一に依頼して実力のあるフリーアニメーターをリストアップしてもらい支援を要請した。動画、再色は国内の外注スタジオに委託しただけでは間に合わないということが明らかになった。そこでジブリ創設以来初めて海外スタジオに動画と仕上げを外注することを決断。 スタジオから4人を韓国に派遣した。韓国の DR デジタルは動画、彩色を、JEM は彩色を担当した。両者の仕事は高品質で、納期も順守された。江戸東京建物園の小宝湯美術監督は、竹茂雄に、美術監督補佐は、吉田昇美術班も、作画部門と同様新人スタッフが多かったため、 竹重はほぼすべてのカットの美術ボードを描いた。しかも、用途別に、書く、カットごと3枚の美術ボードを描くほど、念入りだった。隣のトトロの作画監督であるベテランの小川和夫は、主に不思議の街に入り込む前の世界、冒頭トラストシーンの自然環境の背景を一任され、街頭場面のモデルとなった四方津駅周辺を独自に、取材した。 湯屋の中の巨大な鬼の襖すま絵は、吉田昇が担当した。宮崎からは、どこか懐かしい風景、目黒画女園のような儀王風、小祝の大きな壺などの指示があった。色については、とにかく派手に、下品なほどの赤という指定があり、随所に散りばめられた赤色と、湯屋内部の金色が、キーカラーになっている。2000年3月17日には、江戸東京建物園で、 ロケハンが行われた。江戸東京建物園は、企画当初から、作品の舞台とされていた場所である。油屋のデザインについて、モデルとなった、特定の温泉宿などは存在しない。ただし、江戸東京建物園の小宝湯は、宮崎を気に入りの建物で、特に千鳥ハフの屋根に加えて、玄関の上に、等ハフを重ねる趣向、及び、内部の各天井に描かれた、 富士山のタイルれなどの無駄な装飾性に魅了されたという。また、ジブリの社員旅行で訪れたことのある道後温泉本館も参考にされた。油屋の内装は、目黒賀上演が原型になっており、他に二条城の天井が、日光東照宮の壁面彫刻、広島の遊郭の赤い壁などが参考にされた。かまじいの仕事場にあった薬草箱は、 江戸東京建物園の竹井三聖堂内部の引き出しがモデルになっている。油屋周辺の飲食店街は新橋のカラス森口や有楽町ガード下の歓楽街をイメージして描かれている。従業員の部屋は1950年代の劣悪な労働環境だった大見防止工場の女工たちの部屋や多摩前小園隣接の国立。 ハンセン病資料館内に再現された雑居部屋がモデルとなっている。ユバーバの部屋は和洋の混じった六名館やメグロガジョエンがモデルである。台湾の台北近郊の町9分の一部商店主は宮崎駿が訪れスケッチをしたと主張しているが、宮崎は台湾メディアのインタビューに対して9分を作品の参考にしたことはないと否定している。スタジオジブリでは、 宝保家居隣の山田くんよりデジタル彩色が導入されており、本作は宮崎駿監督作品としては初めて仕上げ、撮影の工程がデジタル化された。これに伴って宮崎は一部の役職を新しく命名し、CG 部チーフだった片山光則はデジタル作画監督に撮影監督だった奥井厚は,は映像演出になった。 隣の山田くんでは水彩画帳の実験的な彩色が行われたため長編映画でデジタル彩色を用いて従来のセルアニメーションを再現していく作業はジブリにおいては実質的に初めての経験と言って良かったこの状況を踏まえて作画美術デジタル作画映像演出の各チーフによって処理打ち合わせという会議が持たれ 各部署間での密接な連携が模索された。例えば、雨が降った後にできた海の描写は、デジタル部門や、撮影班の挙げた成果である。デジタル作画部門は、ほぼすべての背景動画を、担当した。それ以外に、浮き上がる、小木の千尋の文字や、川の神のヘドロ、海原電鉄から見た黒い人物の様子などを、担当した。映像演出部門では、 現像を手掛けるイマジカと協力して、独自のカラーマネジメントシステムを導入し、デジタルデータをフィルムに変換する際に色調が変化しないよう努めた。また、本作は初期の DLP 上映作品であり、本来であれば、フィルム特有の画面の揺れは抑えられる環境にあったが、映像演出の奥りはあくまでフィルム上映を基本と考え、 完成画面の上下左右に1センチの余裕を残して、シーンに応じて、デジタルデータにわざとブレを加える工夫をした。色彩設計は、安田道夫。宮崎駿、高畑勲とは、投影動画に在籍していた1960年代からの、四季であり、風の谷のナウシカから、風立ちぬに至るまで、すべての宮崎駿監督長編作品で、 色彩設計部門のチーフを務めている。本作ではデジタル化により扱える色の量が飛躍的に増加した。音楽を担当した被災市場は風の谷のナウシカ以降の宮崎長編作品をすべて手掛けており、千と千尋の神隠しで7作目に当たる。公開に先駆け2001年4月にイメージアルバムが 発売され、5曲のボーカル曲のすべてを宮崎が作詞した。宮崎は、イメージアルバムに収録されたピアノ曲、海を気に入っており、被災士はこの曲が会場を走る電車のシーンにうまく、ハマったことを喜んだ。本作では、インドネシアのガムランや琉球音楽、シルクロード、中近東、アフリカなどのエスニックな楽器や、 現地の人が叩いたリズムのサンプリングがふんだんに取り入れられ、フルオーケストラと融合するアプローチが行われた。被災主は前作、もののけ姫と共に、スタンダードなオーケストラにはない要素を導入しながら、いかに新しいサウンドを生み出していくか、というチャレンジを試みていた時期ですねと10回している。サト氏は過去作詞、作曲、歌は、ソプラノ歌手の木村由美による、 いつも何度でも、が主題歌となった。しかし、この曲はもともと、千と千尋のために書かれたものではない。木村由美と宮崎の交流は、1998年夏頃に、木村が宮崎に書いた手紙に橋を発する。木村は前作、もののけ姫を鑑賞して、感銘を受け、自らの CD を添えて、手紙を送った。当時、宮崎は、 煙突絵描きのリンの企画中だったので、そのあらすじを書き添えた上で、作品が形になったら連絡するかもしれないと返事した。木村はリンの世界から刺激を受けてメロディを着想。作詞家のサトシに持ちかけて曲の制作に入った。こうして、いつも何度でも、は1999年5月に完成した。 しかし宮崎から連絡があり、リンの企画自体が没になったので、主題歌には使うことができないと伝えられる。いつも何度でもは、お蔵入りになりかけた。千と千尋の神隠しの主題歌は、宮崎作詞、被災詞作曲の、あの日の川へになる予定だった。イメージアルバムの一曲目には、同名のボーカル曲が収録されている。しかし、宮崎の作詞作業が、 暗証に乗り上げ、不採用になった。2001年2月、いつも何度でもを聞き直した宮崎は、ゼロになるからだなどの歌詞と映画の内容が合致する、ことに驚き、急遽主題歌としての再起用を決める。千と千尋を制作するにあたって、いつも何度でも、が、潜在的な影響を与えたのかもしれない、と振り返っている。シングル、 いつも何度でもの売り上げは50万枚以上を記録した。企画書にある曖昧になってしまった世の中、曖昧なくせに侵食し、食い尽くそうとする世の中の縮図として設定されたのが、ゆやという舞台である。ゆやの勤務形態は夜型だが、スタジオジブリもまた夜型の企業であり、企業組織としてのゆやは、スタジオジブリそのものがモデルになっている。宮崎もスタッフに、ゆやは、 ジブリと同じだと説明し、ジブリ社内は、10歳の少女には、染み毛量の世界に見えると語った。例えば、湯婆婆は時々、湯屋から外出して、どこか知れぬところへ飛んでいくが、この行動には、会議、出張などで頻繁にジブリからいなくなる、鈴木敏夫のイメージが重ねられている。インタビューによれば、宮崎は、 ペルーの少年労働を扱ったドキュメンタリー番組を見たことがあり、子供が労働することが当然である世界の現状を忘れたくなかったので、過酷な環境下で少女が労働を強いられるストーリーを執筆したと説明している。町山智博八木下喜一郎は、湯屋は幽閣であると指摘し、作品スタッフの盾の瞳も同様の発言をしている。宮崎自身は、 千尋が迷い込む不思議な世界のイメージを伝える文脈で学生時代に新宿の赤線地帯付近を通りかかった時に見た赤いライトの光景についてスタッフに説明したという。また雑誌プレミア日本版2001年9月号のインタビューでも同様の発言があり子供の頃にはまだ残っていた新宿の赤いランタンに触れた上で 日本はすべて風俗営業みたいな社会になっている。今の世界として描くには何がふさわしいかといえば、それは風俗営業だと思うと語っている。湯屋に大浴場がなく、個室に区切られていることについて質問された時には、いかがわしいことをするためであろうと答えている。かつての日本の湯屋では、湯なによる赤すりや性的行為が一般的に行われていた。 そして、鈴木の10回によれば、企画の原点には、鈴木と宮崎の間で交わされた、キャバクラについての会話があった。その内容はこうである。鈴木にキャバクラ好きの知人がいた。この知人から聞いた話では、キャバクラで働く女性には、もともとコミュニケーションがうまくできない人も多い。客として来る男性も、同じようなものである。つまりキャバクラは、 コミュニケーションを学ぶ場なのである。異性と会話せざるを得ない環境に放り込まれて、働いているうちに元気を取り戻していく。鈴木によれば、宮崎は、この談話をヒントにして、湯ヤの物語を構想した。すなわち、千尋が湯ヤで神々に接待していくうちに、生きる力を取り戻していくというストーリーである。神仏根遇の湯治場という発想は、 下月祭りが元になっている。この祭りは、12月に神々を招いて、湯を浴びさせるというもので、様々な仮面を被った人々が、足したような神々を演じて舞う神事である。鈴木と宮崎は、NHK ドキュメンタリー、ふるさとの伝承でこの祭りを知り、着想を得た。下月祭りは、長野県下稲郡天竜村に伝わる。 天竜村の下月神楽や長野県飯田市の炎山郷に伝わる炎山の下月祭りなど、長野、愛知、静岡の県境にまたがる地域の各地で行われている。また、静岡県静岡市の清沢神楽や静岡県御殿場市の湯立、神楽愛知県北下田郡の花祭りなど、釜で湯を沸かして駆け踊るという湯立神楽の祭事は、 日本各地で行われている。1994年春頃、宮崎は自宅付近を流れるドブ川を観察する。川の中では、ユスリカの幼虫が大量発生して、おだくした水の中で懸命に生きていた。宮崎はその様子を見て、今後の人間の運命を感じる経験をした。後に宮崎は、 地元有志とドブ川を掃除し、その時の経験が汚れた川の神の内部から自転車などを引き出すシーンとして活かされた。その後も川掃除は宮崎の習慣になっており、2016年に一般市民が制作したドキュメンタリー作品では宮崎が川掃除などの地域の清掃活動に取り組む様子が収められている。鈴木敏夫は 宣伝の量と上映館のキャパシティの両方を、もののけ姫の倍にする計画を立てたと語っている。鈴木を奮起させたのは、宮崎駿の息子、五郎と、白報堂の藤巻直也の言葉だった。鈴木は、前作に続いて、今作でも、大ヒットが続けば、宮崎がおかしくなってしまうのではないかと、心配していた。しかし、宮崎五郎は、 当時デザインに取り組んでいた三鷹の森ジブリ美術館の成功を望み、千と千尋の神隠しを前作の倍ヒットさせてほしいと言った。後に崖の上のポニョの主題歌を歌うことになる藤巻直也は2000年の秋頃に赤坂でばったり鈴木と出くわした。当時、電通と白報道は一作ごとに交代で制作委員会に入っていたため、 白鳳堂の担当者である藤巻は関わっていなかった。藤巻はそこで次のようなことを漏らした。次の作品は、もののけ姫の半分はいくだろうと、みんな言っている。伝通が羨ましい、と。鈴木はこの言葉に生きり立ち、必ずや、千と千尋を、大ヒットさせると決意する。2001年3月26日、江戸東京建物園で、制作報告会。 宮崎は幼いガールフレンドたちが本当に楽しめる映画を作りたいと制作の動機を語った。徳間書店、スタジオジブリ、日本テレビ、電通、ディズニー、東北新社、三菱商事が制作委員会を組んだ。本作から新たに加わった出資企業は2社。ディズニーは宝保補居隣の山田くんから参加していたが、東北新社と 三菱商事は初参加だった。電通経由で特別協賛に入ったネスレ日本と三菱商事系列企業のローソンはタイアップで活躍した。ネスレは本編映像を使用したテレビ CM の放映などでキャンペーンを展開した。コンビニエンスストアとのタイアップはジブリにとって初めての経験だった。それまで鈴木はコンビニを経営していたがローソンは 全国約7000店の店舗で、地尋を大々的に告知、独自にフィギュア付き前売り券などを用意し、映画館窓口の販売実績を超える32万枚の前売り券を売り上げた。この機にジブリとローソンのタッグは確立され、三鷹の森ジブリ美術館が完成した後にはローソンが唯一のチケット窓口になるなど、関係は続いている。 劇場の本予告及び新聞広告では顔なしが全面に押し出された。本予告は2種類が作成され、2001年3月から5月までの予告 A は、千尋が不思議な街に迷い込み、親が豚になってしまうところまでを、ホラー映画風にまとめたものだった。対して、6月から流れた予告 B は、千尋が顔なしをゆやに招き入れ、 顔なしが暴走するところまでをまとめた。鈴木は本作を顔なしの映画であると考え、顔なしを宣伝の顔として立てることを決めた。その理由として、前述した千尋のキャラクターの極端な変貌を鈴木が感じ取っていたことが挙げられる。不機嫌な千尋の視線に沿ってゆったりとした前半の展開と中盤以降の 日々日々と働く千尋を追いかけるような展開にはギャップがあり、鈴木は本作を一本で日本文の映画であるように思った。鈴木の語ったところによれば、宮崎自身も当初は千尋と白の話だと考えており、顔なし中心に宣伝を行うことに違和感を持っていた。しかし、映画が完成に近づいた段階でラッシュを見て、 千尋と顔なしの話であることを認めたという。当初は、糸井重里の書いた、トンネルの向こうは、不思議の街でした。という宣伝コピーが使われていた。しかし、宣伝プロデューサーを務めた、東方の市川南の意見で、生きる力を呼び覚ませ。というサブコピーが考案され、新聞広告などでは、こちらの方が大きく取り上げられた。宣伝チームは、 ローラー作戦をかけ、通常であれば行かないような地方の小さな町まで訪れるなど徹底したキャンペーンを張ったと鈴木は証言する。2001年7月10日、帝国ホテルで完成披露会見。同日、日比スから座で完成披露試写会。宮崎は前作の公開時に続いて、またしても長編引退をほのめかした。試写の反応は、 絶賛一色だった。しかし、作品の完成は、公開日の2週間前で、死者にかけられる時間が、わずかしかなかったことから、もののけ姫ほどの大ヒットにはならないだろうという、観測が大勢を占めていた。この日の試写会には、千尋のモデルとなった、奥田誠二の娘、奥田千秋も現れた。宮崎は、鈴木と共に、千秋を出迎え、 この映画はおじさんと千秋の勝負だと言った。上映後の千秋の反応は上々であり、宮崎と鈴木は喜んだ。終わりのカットで描いた不鮮明なイラストについて、宮崎が尋ねると、千秋は、それが自分の落とした靴の絵であることを正しく言い当てた。2001年7月20日公開。すぐさま爆発的なヒットになり、 週末映画ランキングでは公開以来26週連続トップ10にランクインした。さらに、公開32週目には、前週の18位から一気に4位に浮上した。11月11日までの4ヶ月間で、興行収入262億円、観客動員数2023万人を記録。タイタニックが保持していた、日本の映画興行記録を塗り替えた。 一年以上のロングラン工業になり、最終的には304億円の工業収入を叩き出した。宮崎の個人的な友人である千秋を喜ばせたいという動機でスタートした、この映画は、見にのべ2350万人もの日本人の足を劇場に運ぶに至った。空前のヒットの工業的な要因としては、まず、宮崎の前作。 もののけ姫が1420万人を動員し、新規顧客を開拓したことが挙げられる。また、もののけ姫から、千と千尋の神隠しに至るまでの期間に、シネマコンプレックスが全国的に普及し、人気作品を映画館の複数スクリーンで集中的に上映する体制が整っていたこともある。公開と同時に、他の作品を上映する予定だったスクリーンが、 千と千尋の神隠しに回され、シネコンでの上映を占拠していった。一方、こうした類のない大ヒットは、他の上映作品の興行に悪影響を及ぼした。2001年12月に行われた大ヒット五霊パーティーの席上では、興行関係者が困惑をあらわにした。興行収入三百億という数字は、一年間に公開される邦画のすべてを合わせた量に、 相当したからである。本作で行われた大宣伝とは対照的に次回作ハウルの動く城では宣伝を失い宣伝方針が取られた。公開前の内容の露出は極端に抑えられることになり宮崎もメディアから姿を消した。これに関して鈴木は千と千尋の神隠しがヒットしすぎたことにより本来ならある。 程度数字を上げることができた、様々な作品がヒットせず、多方面に迷惑をかけてしまったため、千と千尋がヒットした後に関係者が集まり、二度と千と千尋のような作品を出さないよう、ある程度住み分けることにしたと語っている。2016年、スタジオジブリ総選挙で本作が1位に輝き、 同年9月10日から19日の10日間、全国5カ所の映画館にて再上映された。この再上映による、工業収入は4.0億円で、累計工業収入は308.0億円となった。また2020年、新型コロナウイルスの流行によって、新作映画の供給が困難になったことを受け、同年6月26日から8月まで、 全国の映画館で本作の再上映を行った。この再上映による、工業収入は8.8億円に上り、同年12月15日に、これまでの工業収入に加算され、本作の正式な工業収入が316.8億円となった。英語吹き替え版は、ピクサー社のジョン・ラセターが、エグゼクティブプロデューサーを担当。 配給の優先権を持っていたのはディズニーだったが、2001年8月にディズニーで行われた上映会では、当時 CEO だったマイケル・アイズナーの反応はかんばしくなかった。宮崎は米国での公開に積極的ではなかったが、鈴木は検討を重ねた末、宮崎の熱烈なファンであるラセターに協力を依頼することにした。1982年、宮崎は アニメ映画、リトル、ニモの企画で渡米し、この時に、ラセターと面識を得ていた。当時まだディズニーに在籍し、不遇の時にあったラセターは、ルパン三世カリオストロの城を鑑賞して、衝撃を受け、以来宮崎の熱心なファンとなる。1987年には、隣のトトロ制作時のジブリを訪れてもいる。その後、ピクサーが創立されるとラセターは移籍し、 1995年のトイストーリーを皮切りにヒット作を送り出していた。ラセターが説得した結果、ディズニーが北米での配給権を取得。ラセターは美女と野獣の監督、カークワイズを英語版監督に、アラジンのプロデューサー、ドナルド・ W ・エルンストを英語版プロデューサーに指名した。英代はスピリテッド・アウェイに決まった。 吹き替え版は原作に忠実に制作された。2002年9月5日から10日間、宮崎、鈴木らは、プロモーションのために、米国へ渡った。ラッセターは、ピクサー車を案内したり、服用機による遊覧飛行を用意したりと、ジブリの一行を手厚くもてなした。この時の様子を収めた映像は、DVD、ラッセターさん、ありがとうとして発売されている。 9月20日、北米10都市で公開。以後約1年間にわたって、小規模ながら工業が続いた。同年12月からは、全米で、次々と、映画賞を受賞した。最終的には、約1000万ドルの工業収入を記録した。日本公開から18年の歳月を経て、2019年6月21日より、およそ9000カ所の映画館で、 初公開された。2003年1月24日には、日本テレビ系列の金曜ロードショーでテレビ初放送され、46.9%という視聴率を記録した。過去にテレビ放送された劇場映画の最高視聴率である。ビデオリサーチ、関西地区調べでも46.1%の視聴率を記録。日本だけでなく、 2004年12月29日にはイギリスで2006年にはアメリカ合衆国で2007年9月30日にはカナダでもテレビ放送された VHSDVD は2002年7月に発売された日本国内における VHS の出荷本数は250万本 DVD の枚数は300万枚だった合計550万本の出荷は やはり新記録だった。DVD 色調問題2002年7月に日本で発売された千と千尋の神隠しの DVD やビデオカセットに収録されている本編映像が劇場公開版や予告編、t v スポットなどと比べて赤みが強いとしてスタジオジブリと発売元のブエナビスタ消費者センターなどに苦情が寄せられた。両者は DVD 制作時に用意されたマスターの色調には意図的な調整を施しているためであり、このクオリティが最高のものと認識しておりますと説明した。映画上映時のテレビ CM や上映用プリントや DVD に収録された予告編、TV スポットなどにはこの調整は施されていないため、両者の色調が異なっているが、あくまで本編の色調が正しいとした。 2002年11月、この問題で一部ユーザーは、販売元のブエナビスタを相手取り、京都地方裁判所に提訴し、正しい色調の DVD との交換と一車両などを請求した。本形層は2004年9月に、ディズニー・ジャパンは購入者に、誤解や混乱が生じたことに、遺憾の意を表明する。今後 DVD 販売に採取データを調整したときは、明記する。原告らは、 請求を放棄するなど、前後項目の和解が成立し決着した。その後、北米、ヨーロッパ、韓国では、日本で発売されたものよりも、赤みの強くない映像が収録された DVD が、販売された。日本テレビでの2003年1月24日の、金曜ロードショーでの放送には、DVD と同様のマスターが使用され、以後も使用されるようになった。 2011年1月7日、日本テレビの金曜ロードショーで初めてハイビジョンマスターにより放送。赤みが大幅に軽減され、北米版 DVD に近い赤みの強くない映像で放送された。2014年4月1日、本作のブルーレイディスク化が正式発表された。発売予定日は2014年7月16日。 ブルーレイ版では DVD 版のような赤みはなくなり劇場版と同等の色調で収録された同時に発売されたデジタルリマスター版 DVD も同一の映像マスターを元にしているため画面の赤みはない公開データの出展詳細批評家の東ずまは隣のトトロ魔女の宅急便以降の宮崎作品の全面に出て来るのは 唯一、もののけ姫を例外として、すべて能動的に行動できない少女であるという、見解を述べている。斉藤それは、宮崎さんがオタクを嫌い始めたからですよ。斉藤オタクが大嫌いで、声優演技も嫌だから、声優を使わないし、オタリオタク者が抱え込んでいる、性的現象が、少女に集中しているとすると、そういうオタクに対して、 拒否反応が働き出したわけね。斎藤、俺が描くとオタクばっかりしか引っかかってこないから、もっと、子供たちのために作ろう、ということにとりあえずした。とうーん、そういう話はオタクなら誰でも知っていることで。一応、僕なりの宮崎感を述べておくと、観客が、同一化する男の子がいるかいないかという違いが、大きいと思うんです。東イコールアズ 斉藤イコール斉藤玉木、小谷イコール小谷ニマ東2003、ピアニッシも203-204東は、トトロ以前の宮崎作品には、作品内に観客が、感情移入できる少年がいたと指摘する。ナウシカも、理念的には、少年と考えられ、未来少年、コナン、カリオストロの城、ナウシカ、ラピュタはすべて、 少年が少女を獲得する構図の物語であったとし、そのような話を描いていた頃の宮崎は、非常に優秀なストーリーテラーであったと述べている。ところが、オタクを嫌うあまり、観客が同一化する存在を作品世界から消してしまった、せいで、徐々に単純なファンタジーしか作れなくなってしまったのだという。東によれば本作はその典型であり、何も残らない。 ただの消費財でしかない映像作品である。2002年2月6日、第52回ベルリン国際映画祭のコンペティション部門に出品。同映画祭コンペ部門の長編アニメーション映画の出品は初。2月17日、最優秀作品賞であるキンクマ賞を受賞した。ポールグリーングラス監督、ブラディ・サンデーと同時受賞だった。世界三大映画祭で、 長編アニメーションが最高賞を獲得するのは史上初だった。2003年2月12日、第75回アカデミー賞長編アニメーション部門へのノミネートが決定。3月23日の受賞式で受賞が発表された。2020年現在に至るまで同部門を受賞した日本のアニメーションは本作のみである。 また手書きのアニメーションとしても唯一の受賞作である。受賞式には宮崎の代理で鈴木敏夫が出席する予定だったが3月20日に米軍を中心とする有志連合がイラク侵攻を開始し事態が緊迫化したため断念した。宮崎の受賞コメントは次のようなものになっている。今世界は大変不幸な事態を迎えているので 受賞を素直に喜べないのが悲しいです。しかし、アメリカで、セントッチヒロを公開するために努力してくれた友人たち、そして作品を評価してくれた人々に心から感謝します。宮崎駿、アカデミー賞を受賞したことが示すように、本作は、英語圏でも広範な評価を得ている。レビュー集積サイトのロッテントマトズでは、178本の、 レビューが掲載されており、うち97%が肯定的に評価している。平均レートは8.6、10で、掲載されているコンセンサスは次の通り。千と千尋の神隠しは、見事に描き出されたおとぎ話であり、幻惑的、魅惑的だ。この作品を見た観客は、自分たちの住んでいる世界が、いつもより少しだけ、興味深く、 魅力的なものに感じられるだろう。メトクリティックでは41本のレビューをもとに96、100のスコアがついている。シカゴサンタイムズのロジャー・イーバートは満点の4つ星をつけ、作品と宮崎の演出を称賛している。また、本作を今年のベスト映画の一つとしている。ニューヨークタイムズのエルビス・ミッチェルは肯定的なレビューを書き、 アニメーションシーケンスを評価している。また、ルイス・キャロルの鏡の国のアリスと、好意的な文脈で引き比べており、この映画が、気分としての気まぐれさについての作品であり、キャラクターが、作品の緊張感を高めていると評している。バラエティッシュのデレクエリーは、若者と大人が、同じように楽しめるとし、アニメートと音楽を評価している。 ロサンゼルスタイムズのケネス・タランは吹き替えを評価しており、荒々しく大胆不敵な想像力の産物であり、こうした創作物は今までに見たどのような作品にも似ないとしている。また、宮崎の演出も評価している。オーランド・センチネル氏の J ・ボイヤーもやはり、宮崎の演出を評価し、引っ越しを終えた子供にとっては最適の映画だとしている。 2009年2月にオリコインがインターネット調査した日本アカデミー賞歴代最優秀作品の中でもう一度見たいと思う作品で1位に選ばれた。2016年7月アメリカの映画サイトザプレイリストが21世紀に入ってから2016年までに公開されたアニメのベスト50を発表し本作が第1位に選ばれた。 2016年8月、ABBC 企画、21世紀の偉大な映画ベスト、100で第4位に選ばれた。2016年に実施された、スタジオジブリ総選挙で第1位に選ばれ、2016年9月10日から16日まで、東方シネマズ5スクリーンで再上映された。2017年4月、映画批評サイト TS、TSPDT が発表した、21世紀に、 公開された映画ベスト1000にて第8位に選ばれた。2017年6月、ニューヨークタイムズ紙が発表した21世紀のベスト映画25本で第2位に選ばれた。2017年6月、永遠パイア氏が読者投票による史上最高の映画100本を発表し80位にランクインした。2018年8月、ワシントンポスト紙が発表した 2000年代のベスト映画23本に選出された。2018年10月、ABBC が企画、集計した、非英語映画100選にて、37位に選ばれた。2019年6月、中国の映画情報サイト、時光毛が発表した、日本アニメ映画のトップ100で、第1位に選ばれた。2019年9月、A インディペンデント氏が選ぶ。 死ぬ前に見るべき42本の映画に選出された。2020年1月、永遠パイア氏が発表した、今世紀最高の映画100選にて、日本映画で唯一選出された。賞歴、ノミネート歴すべて、日本テレビ系、金曜ロードショーでの放送。1回目の放送はこの年の紅白歌合戦の視聴率を1.0ポイント上回り、2003年の、 年間視聴率1位を記録し、これは2020年現在、民放がスポーツ中継以外で年間視聴率1位を記録した唯一の事例でもある。東方創立90周年記念作品。2022年2月3月に帝国劇場、4月に大阪、5月に福岡、6月に札幌、6月7月に名古屋で上演予定。 ありがとうございます。